サンデー漫画クラブのアフタートークでーす。たった今ですね、この作品ですね、丸山かおるさんの私書生という作品を、美咲さんのおすすめ作品として取り上げたところですね、はい、そのアフタートークということになります。さっきちょっと、美咲さんが紹介してくれた丸山かおるさんの、前の作品がそれかな、はい、はい、こちらはストレニュアスライフ。ストレニュアスって何、はい、ストレニュアスライフ、はい、です。はい、短編集ですね。そうですそうです、うん、ちょうど私物なんで付箋貼っちゃってるんですけれども、うん、そこにいろいろ師匠の話とかも入ってたりっていうことですよね。近いなやっぱりっていうのもただ持ってきました。はい、なんか話し忘れたこととかあるかな。これデザイン言い話なんですけど、あ、そうね、私本のすごい好きなやつなんですけど、うん、こう言ってなんか奥付けこだわってるやつ、うん、なるほど、かっこいいかっこいいってなります。あのね、講談社系はこれ禁止なんですよ。あ、そうなんですか。なんか体型フォーマットじゃないとダメ。淡々と載せる。そうそうそう。え、これはなんだ。あ、これはあれか、目次兼書室が書いてあるのかな。書室ですね。書室とかが書いてますね。なるほど。ハルタっていう雑誌なの。雑誌です。雑誌というか、でももう ISBN ついてた気がするので、書籍。あ、そうなんだ。なんて言うんでしょう。あの定期的には出るけれども、うん、あの雑誌アンソロジーっていうか、なんていうか、そういうのもあるよね。しかもそれで連載っぽいことをやるやつもあったりするから。ハルタ確かそうだと思う。ISBNについてた気がする。うん、なるほど。でも今はどっちかというとそのハルタ乗ってた人が青岸っていうところに移動されたりしてるから、そうなんだ。なんかいろいろある。かっこいいね。なるほどね。でこのアートスタイルもちょっとハルタっぽいっていう感じな、結構書き込んで、個人的にはこういう作画がこう筆、うん、筆致が細かくて、うん、その後ろの背景の、うん、例えば中華っぽい衣装とかもバッチリ描かなればならぬみたいなのは、うん、その中でハルタ感ばっかり、うん、あ、なるほどね。かなり美術設定が書き込んでるっぽいなと思いましたね。なるほどなるほど。そういうのが好きな読者がいるし、多分そういう強度を求めてる雑誌って言うでしょうね。そのレーベルっぽさってどっから来るんですかね、うん、編集長じゃない編集長の趣味知らないのかな。わからない。明らかにさ、こっちにある丸山さんの別の作品とか見るとさ、うんうん、アートスタイルはもっとね、確かに結構白いな。白が強くて黒べたがバッてあってて、うん、それは作品感にもよるんじゃないですか。うん、今回そういう割とね、うん、あの宮廷の中のドロッとしたところも描くから黒っぽいイメージもあるのかも。うんうん、かなり違うなって感じしましたね。うん、あとはそのさっきちょっと話題に出たんですけど、アンケートはがきも取ってたりとか、あと先生からの質問がついてます。あ、本人の今行ってみたい場所はどこですか。なるほど。そういうの嬉しいですね。ね、こういうコミュニケーションは楽しいですよね。送、うんうん、りたくなるって感じしますよね。ね、うん、フォントもねそれっぽくしてあるし、うんうん、いや本当だ。いやだからデザインを大事にしてるコミックスレーベルですよね。うん、ね、紙で手に取って楽しいっていうのは、うん、そうそう、あの感じられますね。このバルコロニーっていうところがデザイン担当してるんですけど、すごい有名なとこで、うん、そう、素敵な、うん、なんかわかんない、あのバルコロニーさんを普段使いしてる編集部もあると思うので、うん、なんか一概には言えないですけど、うん、だから勝負作とかだったら多分私は使えないという印象バルコロニーさんは、ね、ここはグッドみたいな。グッド、いやでもやっぱそれバルコロニー納得の想定だと思います。これカバー外したパターンもかっこいいですね。あ、すごいこれ、そうそうそう、カバー外したかっこいい。いや髪の手触りとかもちょっとやっぱ固めな感じですけどね、固めで厚い感じですけど、なるほど、素晴らしいね、バルコロニーデザイン。そうだねまあね、あのテーマ自体も本とか、ね、扱ってるものだから、うん、ちょっとそういうものに対してねリッチな感じがあるっていうのは演出としてはいい感じがしますよね、すごくね、うん、そうだね。でも実際ただ読んでみてまだ1巻では謎が多すぎて、そうねちょっと2巻目を読んでみないとちょっと正当な、ね、評価をちょっと下せてるかどうか分かんないな、うん、そうですね、自分の趣味に合うかどうかもうちょっとお預けって感じもあるかもですね、うんうん、ね、こういうなんかエキゾチックな、うん、あのだから中国って言ってもちょっと南の方とかを想像させるとかさ、そうですね、そういうのの世界観とかはやっぱ、うん、俺的には結構渋沢っぽい感じがすごい受けるような、そうな、だからそのね、そばめになってる女の子のイメージでしょうけど、うん、やっぱりちょっとミャンマーとかラオスとかそっちの南方の方のイメージみたいなのがちょっと入ってきて、広い中国っていう感じが、漢民族だけでない世界観が広がってる感じはちょっと奥行きあるなっ
って感じしますよね、うんうんうん、読んで情報もないからさ、なんかそこにある種のファンタジーみたいなのも入ってるみたいなさ、うん、なんかほら渋沢とかで昔読んで好きだなと思ったのって風潮っていう話があってさ、うん、風潮っていうのは足がなくて、うん、もうなんかこう飛んだまま眠るんだから、うん、なんかそういう伝説がある鳥なんですよ。で実際はなんかこう、うん、あれじゃない、博物学者とかが剥製を作るために足が腐りやすいかなんかの理由で足を取っちゃってるかなんかで、うん、っていうそういう誤解になるみたいな。それがファンタジー。そうそうそう、そういうのとかもうちょっと入ってそんなところ。確かに、確かにそうですね。ちょっとね、実際にそう伝わる話の中でもファンタジーとか、うん、実際のところにいない動物の話とか、うん、いろいろ入ってくる、うん、その中世の面白さみたいなのが入ってきますよね。ね、うん、入ってきそうな気もするしね、うん、これからさらにね。うんうんうん、全く手探りの話してる。だから要2巻、ね、楽しみって話ですよね。そうですね。そうですね。まあ、周りのキャラも割とこう、なんていうか魅力的なやつが多いんで、はい、まあ、どうにでも転がせそうだなって感じしますよね。そうですね。この例えばキビちゃんの、うん、こうまっすぐで、うん、小さな子だけど、うん、その途中で賢いって言われてますけど、理髪で、うん、でも一生懸命その蓮さんに勤めようとしているとか、うん、蓮さんがかつては、うん、なんていうんだろう、聡明で優しくてみたいな、うん、対してもう一人いる大使の方はちょっと癖があってみたいなのも、うん、そういうのもすごい分かりやすくさらっと入ってくれるキャラが的な絵の力もあって、うん、そこも読みやすく世界に入っていけて楽しい一つだなと思います。いろんな人がいろんな書き分けされていて、うん、雰囲気分かるしっていう感じがあります、うん、はい、ということで、この丸山薫さんですね、はい、の詩書生という作品ですね、続きもすごい楽しみですけれども、よかったらぜひ本編の方も聞いてみてください。